10年間で、何やってんだろう、10年間やってたらとしたら。入ってこようとするな。10年後もしかしたらメントスコーラしてんじゃね。まさかの TikToker の仲間入り。2034年の2月10日に聞きますね。みんなついてきてくるよな、10年間も。クソ落ちぶれてたらウケるな、それはそれで。みんなどうしよう、予選抜けるみんな。予選のレベルがさらに飛躍してる。2034年、レート2700は当たり前の世界だった。どうしよう、みんな予選が超えられない。みんなどうしたら勝てるんだ、スマッシュブラザーズ。スマブラウルトラまで行ってそうじゃない、10年後スマブラウルトラ。ティーさん、まだレート2200なんですか。そうなんです、やっぱオンライン苦手なんです。クソ落ちぶれてる、ティーバックマンボット。かがり火予選敗退配信。かがり火予選敗退は別に今でもワンチャンあるからな。ノーシードレアからの、もう一人ノーシードの誰かいたら、ノーシードレアからのノーシード SG であるからな。全然なんならあるかも、クソ落ちぶれてたら。あんま想像できないけどね、俺がなんかゲームで勝てなくなるって。なんのかな、考えたくないね。レアさん見るたびにちゃんと勝ってるからな。前回はマジで俺がボコボコにしたせいで勝てなかったけどね。どういう DM 来るの、 DM 全然可愛らしいけどね。やばい、ソニックスより強い可能性がリリホン。あのリリホンってやったことあんの、ソニックスは。出た、レギュランク1位の男がやる分にも見る分にも最高って言ってたからね。レギュランク1位逆張りオタクか。ちなみにこっからパックマンが勝つのは至難の技です。ソニックスじゃない、ソニック側がナメプをしないとこれ勝てません。おかしい、パックマンソニックなのに進みが早すぎる。どっちかがナメプをしてる可能性が高い。これパーセント高い方がナメプしてるっていう、そういうあれです。そんなにパーセントが進むわけがありません。これは両方とも攻めてるね。まだ2分。あー、弱1段目結構短いよな。パック巻いてるガンマチ普通にむずいです。なんなら普通にガンマチが普通にむずいからね。みんな勘違いしてるけど、攻めた方が楽だからね、このゲームって。はい、垂直限り撃墜。はいはい、ここクリップです。セバスチャン、ここクリップお願いするわ。ケンティーならまだ1スト目だ、もちろんミストでタイムアップするからね。ケンティーはクリップ専用のセバスチャンでございます。初登場、新キャラ登場。ケンティーは最後のセットだけでいい説がある。もっとそういう正直な感想欲しいよね。見る分には最高じゃなくて。1スト危ね。1スト。でやったやつもさ、ブロックしてよくない、普通に。サイコロアイアンマンで与えたくないという縛りのもと。ちょっとうめえし、こいつ。
水流で動いてる。ルール変えてくんのやばいよね。人が悪いのかゲームが悪いのかって言われると、それはまた議論しなければいけない事柄ではあるんだけど、1ストビッパーやってることやばいよね。俺はサイコラヘアマンをもう一度やるってことでよろしいでしょうか。え、お前がやるってこと？あ、お前がやるの？うわ楽しい。やばい、 T さんに勝ったって言われる。阻止、 T さんに勝った阻止しなければ。いや、俺は勝ちを譲らない。ここだけ。にん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 。うわあ！そんなば。痛い。あ、痛い。そこ間に合わない。あんの、こっからこっから動画化阻止あんの。やべ、今危なかった。いや、これはベル行くしかない。ベル行くわ。チュチュチュ。動画化おめでとうございます。あの T さんに勝った。動画チャンスおめでとうございます。バックハンサウスどうなんですか。なんか一般的にはいけるらしいけど、僕だけ勝てない。 JDV パックマンっていうアメリカンナンバーワンがシスキーにローカルではあるけど勝ってんのよね。頑張りにです。ニスト終わってんだ。カズヤでニストは終点でしょ。しかも俺が化け物をまた生み出してしまった。こいつは俺が殺す。俺が殺すことによって許してくれこの化け物を。終点ニストカズヤってもうアイアンマンの敵でしかないな。タンスト挑戦状でやるように。分かったか。おい、終点でやっても意味ないぞってリドリスも言ってました。僕一人の責任しないでほしい。終点二流、二流っていうか、まあコスパいいけどね。やっぱ戦闘力上げるってなったらそれほど強いものはないんだけど、やっぱ大会の拒否捨てってすごい偉大なルールなんだなっていうのが取ってみてわかる。こうなるもんね。だってプレイヤーランキングの大半が終点カズヤを持つ未来も十分あり得た。拒否捨てがなかったら死ぬかこれ。ルンルルルンルルルルン。カズヤ大展開に返すのかならないですか。出しません。理由はめんどくさいからです。それほど望まれてなさそうだし。マイランが絶望するし、マイランのせいで歴史は変わったと思ってる。アコーラの戯れによって11の方は戯れ。終点カズヤ、彼の犠牲でキャラ先という概念が生まれてしかも浸透したしな。みんな終点カズヤとやりたくなさすぎて。カズヤ使いにもちゃんとアンケート取ったのか。取ってないよな。いねえよな。アンケート取ったやついねえよな。カズヤ使いに。ずるい、ずるいぜ。俺は喜んで終点カズヤを出すのに。しかもアコラカズヤやめてるのに。一番おもろい。歴史を変えてすぐ去ってった。まあ、カズヤはね、そのぐらい出してみたくなる魅力があるね。そんな大事な場面でも。ジョーカーマジで全然話変わるけど、ジョーカーザクレイでも MK レオでもなくてゴリオカが一番強いの俺の中の。ジョーカーだったらゴリオカに勝てるんだ。登竜門でフリーした時普通に勝ったもんな。ザクレイね、ザクレイジョーカーね。椿さんも普通に勝ったことあるしよ。
まあ、それしかやったことないけど、逆に言うとパックマンは 2-0 だった気がする。カズヤで1本取られたけど、椿さんよりザクレイより全然ゴリオカの方が強い。おかしいどこかおかしいんだけど。 MK でもさ、下火こするようになってきてるから俺苦手かも。もっともっと勝てなくなってるかもしんないな。ワンアンヌン言うて言うてだと思うんだけどね。ゴリオカアレルギーはある。なんだろう、パナシというか、なんだろうな、普通に普通にうまいんだよ。俺もパナすか、パナシ勝負で。でもこっちのスマッシュだけ、あっちのスマッシュで半角あるから分が悪いんだよな。スパガイで頑張ってください。まずそこまでいけると思ってるんだ俺。今回のジェネシスはトップ64目標で、それ変わってほしい。当たり前だろ、当たり前だろ。俺が変わってほしいって思ってる隣ほど変わんないんだよね。去年からこれからガオガエンとやるっていうのに穏やかでいられると思うか。普通にガオガエンとやるって分かって飛行機乗るの最悪すぎ。過去一、今年一番萎えてる。